戸田尾浜駅は島根県増田市戸田町にある西日本旅客鉄道山陰本線の駅。改札付近ホーム付近のボリホームより東萩方を望む。線路の砂利の色が変化している部分が3番線へのポイントの跡である。短式2面2線のホームを持ち、交換、退避折り返し設備を有する地上駅。かつては短式。 島式ホーム複合型の二面三線の構造を持っていた。駅舎は減損するが、無人駅であり、自動券売機等の設備はない。かつての駅事務室部分はコミュニティセンターとして再利用されている。駅舎は下り列車が発着する単式ホーム側にあり、増田方に島式ホームへの古線橋がある。また駅舎には JA 西岩見中生支店が入居している。 案内状の乗り場番号は設定されていない。なお、上り列車は、島式ホームの駅舎側の線路を使用し、島式ホームの反対側は、ホーム付近は線路が存在するが、ポイント付近の線路と点鉄機等は撤去されており、実質廃止となっている。1日平均の乗車人員は11人である。2004年度は26人、1994年度は72人。 1984年度は141人だった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。